まあ、マナラボが普段やっているフリースクールの活動の中でその就労支援というところにすごい問題意識があって、でなんか一緒にやりませんかっていう話になった時に、そのじゃあ就労支援の機能がある、なんかお店をやろうっていうことで今回の話になったんですね。ここの道の駅が通常の道の駅みたいにただ野菜を売って終わりっていうわけではなくて、高齢者の生きがい支援だったりとか中山間地域の買い物弱者支援、そういったところで福祉の道の駅っていう形で今まで進めてきた部分があるんで、その中で学びデザインラボさんがやられているそういった引きこもり支援っていうところで、ぜひうちもその移動販売だったりとか飲食サービスっていう部分で、まあ、一緒に協力できたらっていうところで始めたんですけれども、今後の展開としては一つはこの今11月1日からオープンした、小原屋っていうところをですね、この手焼きせんべいのお店なんですけど、ここを、もっとたくさん就労支援受けたいっていう人を受け入れていきたいっていうのがあります。支援した対象者の方が例えば道の駅で働きたいとか、そのままその学びデザインラボさんが運営する飲食だったりとか、もっといろんな可能性で社会と関われるような形で、まあ、雇用につながればとは思ってます。中山間のまあ、おじいちゃんやおばあちゃんたちがその買い物とかもなかなか行けなくて困ってるんで、そういう人たちにその、まあ、食べ物その食料品とか生活用品とかを届けながら、そこでなんか引きこもりの方がその中山間のおじいちゃんおばあちゃんたちとコミュニケーションを取って、それでなんか自立していくっていうような、そういうこともやっていきたいなっていうのはありますね。再チャレンジできるようなその場所を作っていくことがこのプロジェクトの意味かなと思います。